朝散歩で近所の展望台まで来てますけど、今ちょうど展望台工事中でですね、向こうの方入れないんで、この端っこの方から撮ってます、残念ながら。でも結構いろんなのが見えると思います。この展望台から下の方へ降りていきたいと思います。すぐそこにですね、グロリアのケーブルカーっていう下の道とつなぐケーブルカーがあるんですね。これがすごい日中は大混雑でしたけれどもね、営業はしてないみたいです、上の道はこんな狭い道、こっちもまた面白いそうですけどね、まあ、こういう感じのケーブルカーが、すごいね、この落書きがもう何と言いましょうか、何と言いましょうか、何と言いましょうかですね、凄まじい落書きです。落書きだらけです。このケーブルカーから下の方へ、駅の方へと向かっていきたいと思います。この斜めの台車がすごいですよね。なんか音はしてますね。動いているんだ。ケーブルカーのところからずっと下へと歩いていってみたいと思います。多分この道はいいのかな、普通の車は通らないような道だと思います。落書きがめちゃくちゃすごいところですね。なんか六本木の展示場という気もします。感じでなんかもう、なんか昔の桜木町のガード下のような感じもありますが、しかし全く意味がわからないという悲しいところがあります。みんなこの真ん中を通っているんで、私も真ん中を堂々と歩いて行ってみたいと思います。本当にでも落書き多いなあ。すべてここら辺一帯はそういうような、落書きに覆われております。クラッンですね。向こうの通りも全部そういう落書き通りになってる。なんつうこった。ああいうレンタルバイクがあるわけですね。しかしな、なんともはや、なんともはやですな。
車線になるわけです。どこもかしくもすごいな、落書きだらけですよ。下の交互通行になってるみたいですね。上と下がね。大通り、駅のそばの大通りに出てきました。こちら道ですね。お、もう乗ってるということはもう動くんでしょうかね。自分が女性運転手さんです。動くんでしょうか。よく乗りたいな。3ユーロ80、結構なお値段ですけど、結構皆さん乗ります。あのカードがあるとですね、自由に乗れるんですね。上からも降りてきます。同じようなマークの落書きが書いてありますね。同じ人が書いたんでしょうかね。
サブウェイカフェ、全然サブウェイじゃない、ロープウェイカフェですね。さて、ロープウェイの終点の駅前の大通りの方へとやってまいりました。ここからまたホテルへと戻ります。ホテルは3、4本でしょうか。